よいしょ、いくよってやって5秒で S。オープニングいなかったけどね、化粧してる場合じゃなかったっすね。実物に変わったね。 CG だったんですか今日も。うん、さっき CG だった。あ、マジっすか。 CG から人間に変わった。さっきの幻かって言われてる。実写になったよ。なんとか間に合ったね。走った？走ったっす。なんでいつもそんなギリギリなの？いや、なんかどこまでやるかなんすよ。化粧を、はい、最後までやればいいじゃん。ええ、間に合わない。間に合わないっす。間に合わないっす。もうちょっと早く起きたら。ええ、起きてます。今日朝の7時か6時くらいからずっと起きてます。え、じゃあ何してたの？なんでこんな朝何してたんすかね。ギリギリになっちゃう。地震がね。地震でやっぱり左右されますからね。道路の状況とかね、やっぱり。ああ、なんかまだちょっとあれだ、ゆとりを持てないのね。ゆとりを持てないです。ああ、なるほどね。うん、マジ暑い、やばいよ。いや、暑いね。前それ昨日じゃないって。いいよ、昨日ですね。毎日同じね。同じ理由でね。まあ割とね、あれだよね、時間にルーズなタイプだもんね。ルーズなんですよ。AB 型って基本的に約束の時間っていうのは15分前後は、やっぱり。破っちゃう。やっぱり、思ってもらわないと。じゃあやっぱあれか、ニコ生をさ、6時45分から言ってくれれば間に合うわけだ。そうなんですよ。ああ、なるほどね。本当に。オッケーオッケー。うん、僕だっていつも本当にお母さんとかもそうでしたけど、身の回りの人全員俺より集合時間15分早く言いますよ。ああ、じゃあうちもそうしよっか。うん、ね、それで6時45分から放送します。はい、うん、はい、はい、言えば間に合うね。うん、あー、まあ、マジで熱い。大人としてちょっとやばいけど、前髪めっちゃ言われてるよ。前髪っすかね。前髪伸びた。ちょっと伸びましたね。でもこうしたらさ、ほら、ね、あと普通ですね。うん、いや、ね、帽子かぶれば、帽子かぶったらこうなるじゃん。クロムハーツの帽子、ラーメン屋さんに忘れてきちゃったんですよ。マジで。なんで夜にやってラーメン屋さんに忘れてくるの？いや、なんかわかんないですけど、ラーメン屋さんのあの、こう、下のカウンターの、ああ、この荷物とか入れるところ、あそこに忘れてきちゃって、うん、この間なんか取り帰った？従業員の子がなんか見に行ってくれたらしいんですけど、なんかないって言われたんですよ。まあでも、クロムハーツの帽子があったら取るよね。ですよね。逆だったら取るよね。まあ、あれ偽物なんですけどね。あ、じゃあいいね。じゃあ、なんですか、みんなほら、みんなどこラーメンとかめっちゃ聞いてるからね。どこラーメン、だからもうないってば。しかも偽物だから原宿で買ったやつだよ。じゃあ大丈夫だね。大丈夫。もう一回買おう、もう一回。もう一回ね。もういらない、むしろ。もうなんか飽きちゃいません、でも。買ったやつって、むしろ返品聞くなら1ヶ月ぐらいで返品しちゃいたいですよ、僕。本当に？はい。なんかハマる服ってあんまりないっすからね。あ、でも買って、買って着ない服みたいな。タグついたまんま全く着てない服とかはある。うん、それはちょっと問題ですけど。いや、1ヶ月でいらない方がやばいな。いや、なんか着てるうちに、なんか飽きたな、みたいな。いや、なんか買って満足しちゃうよ。買って、家に帰って、なんかショッパーからブワー出してベッドの上とかに。で、よし、とりあえずこれ、じゃあちょっとこっち置いとこう、みたいな。置いて、そっから着ない。着ない。よくあるっすね。しばらくして、あ、やべえ、着てねえと思って、でも今更あったし、みたいな。そう、もう季節的にさ、もう やべえっていう頃にはもう季節が終わってるから。確かに。だいたい着ないまんま。飽きるよね。服1日レンタルサービスだし。いや、服のレンタルはちょっといいわ。うん、それはちょっといいわ。ちょっといいわ。それはちょっと、なんかだってほら、前回誰かが着てるって思うとね、どんなやつが着てるかわかんないじゃん。なんかめっちゃピチピチの人が着てるかもしれない。この服めっちゃかっこいいみたいなやつが着てるかもしれないじゃん。いやっすね。その後に自分回ってきたらすごい嫌だ。で、中古の靴買う人はちょっとよくわかんないぞ、僕。あー、靴はねー、てか、まあ全体的にそうだよね。まあまあまあ、古着とかだったらまだ可愛いからみたいな感じで買うのわかるっすけど、まあそう、靴だって、履き潰してるよみたいな。まあほら、新ポンは1、2回しか履いてないぐらいだったらいいんじゃない。まあそうっすね。なんかガッツリなんかそこすり減ってたりしたら嫌だよ、うん、なんか、ナイキのヴィンテージ版みたいな。いや、意味がわからんみたいな。そもそも靴にヴィンテージって言った時点でも結構間違いないですね。変なのっす。ん？足の匂い移りそう。匂いはさすがに大丈夫でしょ。人によると思うけど、だって嫌だもん、俺なんか古着屋さんとか行ってさ、靴に匂いがついてる。え、これさっきより来たのってなっちゃうじゃん。
いやだ、でもどこまでクリーニングしてくれるんですかね、あれじゃない、あの軽く擦ってくれるんじゃない結構じゃあ自分でやんないといけないですか、ね、いやでも実際さ、テレビとか買ったことある？ありますけど、でもめったに行かないっすね。まあそもそも買わないってか、なんか俺が欲しいような服ってあんまり古着屋さんにない。めっちゃ買う。でも逆に古着屋でなんかありますね、うん、逆になんかおみたいな、掘り出し物的なやつ、こんなどこにも売ってねえじゃんみたいな。俺結構頭おかしい系の服装好きなんで、うん、頭おかしい系の服装はい、なんかちょっと普通じゃ売ってないんですよ。むしろもう自分で服作りたいなっていう、デザインだけしたいなって。ああいいじゃん、したらいいじゃん。めっちゃ思うんですよ。でも多分丈短くなるよ、俺こんな感じ、こんな感じになる。そこかい、そこかい、引っ張る。多分前髪みたいになる。毎日みんな引っ張るな。中古なら許せるって。でも中何の中古な、家電とか全然平気。家電は俺家電ね、電子レンジと冷蔵庫は嫌だ。あー、食品系、食品系は嫌だ。あー、でも俺全然何でもいけるっすよ。あ、空気清浄機も嫌だ。なんかキモくない？なんか前の家主のさ、家の空気吸ったやつ、ね、なんか嫌だよ。なんだろうね、洗濯機とか絶対嫌だね。洗濯機嫌じゃない？確かに洗濯機は嫌さ。洗濯機嫌だよね。洗濯機以外だったらいいけど、だってさ、どんなやつが使用、うん、全使用者が分かんないじゃん。いや、それきついっすわ。洗濯機は無理。テレビはいけるな。テレビはいける。ゲームとかプレステとかは全部俺中古だったな。でも本体の中古って怖くない？いや本体の中古てか俺一番ヤバいと思うのはさ、あのなんか萌え系のフィギュアの中古とか買ってる人すごいなって思うんだけど。なんでですか？だってさ、変な話さ、そのフィギュアってどう使われてたのか分かんないじゃん。フィギュアって何するためのものか知ってます？いや本来は飾るものだよ。飾るものっすよ。でもどういう使い方してるんですか逆に。俺逆にどういう使い方してるんですか？俺じゃなくてさ、はい、そういう目で見る人もいるわけじゃんか、はい、いやいや分かんない分かんない怖い。何ほら絶対ペロペロしてるってペロペロって言うな。嘘、それは発想なかったわ。でもペロペロすんのフィギュアってする人もいるんじゃない？やば、うん、なんかきついわ。ペロペロしたい気持ちは分からないタイプ。分かんないっす。まあペロペロしないよな、だってさ、フィギュアだもん。うん、フィギュアっすから、うん、フィギュアっすからね、うん、しかもそのペロペロしたやつ売るっていうのもやばいしね。確かに。ティッシュで拭くのかな、ちゃんと。いや、きついな。でも割と俺あんまり中古好きじゃない、どんなものに対しても。マジっすか？あんまり、まあなんか求めがすっごい高いものとかだったら逆にさ、中古屋じゃん。まあ確かにそれは、ね、例えばなんかブランド物の時計とかさ。あ、ブランド系はちょっと嫌そう。嫌だよね、なんかどうせ買うんだったら新品じゃないとみたいな、うん、しかもあの変なとこで買うんじゃなくてちゃんとした本社で買いたくない。本社っていうか、あの俺本店で買いたい。本店、うん、本店に行きたいっす、ね、それどこで買ったの？これね、本店みたいな。まあドンキも一緒に売ってんだけどみたいな。そもそもなんかその新品を買えないようなブランド、新品のものを買えないようなブランドには手出しちゃいけないよね。間違いない。それ背伸びじゃん。だってなんかね、俺らでまだ俺らの収入じゃ足りないようなものを、うん、いや中古だったら買えるっつって買うんだったら、うんうん、だったらその自分が知らない値段の精一杯のものを買った方が俺はランク下げた方がいいっすよね。そうそう、いいと思う、ね、確かに、うん、なんかダサいじゃん、なんか確かに。でも俺、うん、ブランド品今思ったんですけど全部もらい物っすわ。全部もらい物っすわ。でもまあホストやってるとさ結構いろんなもんもらえるじゃん、うん、そうですね、もらい物しかないな俺。でも本当に、まあ、結構ね、なんかまあ安いものから高いものまで結構、うん、なんか服とかね、服欲しいっす。もらえますよ、うん、俺服ちょいちょいもらえるね。あ、マジっすか？俺好きなブランドがもう固定だから。あー、もうこのブランドが好きって1個のブランドしかないから、うん、もうそのブランドのものばっかり。あー、でも逆に言うと、ね、俺もその、俺は当然そのブランドが好きなわけだから持ってるパターンもある。確かにそれはパターンもある。あと、まああとお菓子とかね。あー、お菓子が助かりますね、うん、俺も好きなお菓子もあのグミ以外好きじゃないからグミばっかりもらえるから。キャラ設定なんすか？グミはマジで好きなの。本当にグミ好きで、うん、ただもうね、グミ好きって言い過ぎたせいで家の中ほんとグミ多くて。マジっすか？もうそれでもそれすごいいいな。食べきれないんだよね。いいね。多分俺あれだよ、なんか何かしらのなんか災害とか起きて食料困っても多分俺グミだけで2ヶ月ぐらい生きていけると思う。生き延びてる、やらしい。全然生きていける。最悪そのグミ売りながらやっぱ生計立てる。それ分けましょうよ。分けましょうよ、困ってんすから。いや、ちょっと困ってる人のためにね、売るわ。いやでもね、やっぱツイキャスとかでなんかくれる子いるんすけど、リスナーさんで、うん、タバコ送ってくれたりお菓子送ってくれたりいいじゃんいるんすけど、
それをね、ツイッターにかけたらみんな騒ぐんですよ。なんてくじきカストみたいな。ええやん、別にもらえるから。いや、でもね、なんか、例えば、俺的にそのなんか、勝手にって言ったら変だけどさ、はい、向こうからの好意で来たやつっていうのは俺はなんかいいと思うんだよ、はいはい、ただなんか、これ買ってくださいお願いしますみたいなのを繰り返してやって買ってもらってたら確かにね、それはちょっと、うん、それはね、個人的に言えばいいと思う。その女の子に女の子にごめん、あの時欲しくてとか言えばいいんだけど、それはなんか、たまにいるんだよ、やっぱイエーイ欲しいものランキングみたいな書いちゃう俺の欲しいものランキングみたいなやっちゃうやつがいて、それをなんか買ってもらってるとちょっとおうおうおうみたいな。あ、でもどっちかって言ったら僕それですわ。ああ、若いうちにやめた方がいい。年取ってからやると結構批判を浴びる。まあそうですね、確かに。うん、そう、Amazon とかの欲しいものリストとか公開してる人とか結構いるよね。でももらえるんだからやっぱもらうよね。まあもらえるもん。でもぶっちゃけみんなもさ、ほら。欲しいものがあるとするじゃん、はい、欲しいなみたいな、なんとなく欲しいなって思ってたら、あげるよっていう人が現れたらもらうじゃん。もらえますよね、やっぱそこで。いや、私こじきじゃないからそういうのいらないからとか言わないじゃん、絶対もらうじゃん、絶対ないね、うん、確かにもらうか俺ももらうもん、やっぱそのプライドがちょっと邪魔はするかもしれないけど、もらうもん。邪魔します？例えばなんかグミくれてグミですっげえ叩かれたりするんだったらグミいらないけど、なんか結構高いもんだったら叩かれてても欲しいじゃん。まあ確かに間違いないですよ、ね、そうそうそう。なんかね、ハリボーのグミ1個でさ、俺コテンパンになんかね、掲示板とか炎上したりしたらもうあんなもらわなきゃよかったってなるけど、なんかね、高級腕時計とかあったらさ、俺どんだけボロクソに叩かれても欲しいもん。まあまあ確かに間違いないですよね。うん、そう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 。だからまあ自分でそのなんかアピールしすぎなきゃいいんじゃない？ちょいちょいその個人的に女の子にアピールする分にはいいんじゃない？俺今度さ、ね、誕生日なんだけどぐらいの、誕生日じゃなかったらもう適当に何でもいいじゃん。誕生日じゃないよ。出会って2ヶ月じゃんみたいな、何でもいいじゃん。まあ確かにそれありますね。何でもいいよね、うん。でもなんかほら女の子とかってさ、結構そういう記念日みたいなこう大事にする人が多い。そういう風習ありますよね。じゃん、どうそれ。いや僕はよくわかんないですね。わかんない。覚えてる、覚えられない。例えば覚えられないです。女の子の誕生日とか覚えてる？覚えないです。やばいね。本当覚えれないですよ。俺3回くらい聞いてますもん、女の子。自分の誕生日は覚えてる？まあそれはもうしっかり覚えてます。あ、しっかり覚えてる。あ、じゃあ家族の誕生日は？あ、わかんないです。あ、わかんねえな、マジか、やべえな。弟もうわかんないわ。全員わかんないですよ、僕誕生日。本当に？なんかほんとどうでもいいですよね。あ、言っちゃった。生まれた日とか。それさ、だってさ、ほら、例えば自分のバースデーとかってさ、ホストだからやっぱ祝ってもらうわけじゃん、はい、バースデーだからシャンパン入れてよみたいなこと言うわけじゃん。でもその子の誕生日は祝わないわけでしょ。ええ、じゃあ言ってくれたらさすがに分かる。自分から言わなきゃいけないの、女の子。そうそうなんですよ。私来月誕生日だからなんか待ってるねみたいな。近々誕生日なのよっていうのをアピールしてくれたら、うん、なんか、あ、そうなんだって。じゃあその人なんか見合ったもの、あ、じゃあ近くだったらもう一回言ってみたいな。さすがに用意しやすい。その何、ただ前日ぐらいにもう一回電話してくんないみたいな。1週間以内とか1ヶ月以内とかに言ってもらえたら、うん、ああねって分かるけど、例えば今、例えば7月、まあ、何日かじゃないですか、うん、それがもう今年12月の日誕生日なんだよねって言われて、そしたらさカレンダーとかに入れときゃいいじゃん。まあでもめんどくさいじゃないですか。だからそもそもさ、7月に知り合った女の子と12月まで関係を持ってる可能性って結構ホスト的にはきついよね。5ヶ月間やっぱ連絡を持ってるってなかなかない。だって俺結構さ、いろんな女の子の誕生日とか聞いたら全部メモするようにしてるのよ。はいはいはい。そしたらなんか携帯に通知が来るのよ。はいはい。何々ちゃんの誕生日みたいな。こいつ懐かしいとか思うもん、毎回。いたいた、こんなやついたみたいな誕生日が入ってくる。誰こいつみたいなやつもいるし。いたいた、前来てたわ、1回ぐらいそっから来なくなったわみたいなやつがいるから。そうそうそう。誕生日聞くタイミングって結構難しいですよね。ね、誕生日とかね、なんか結構 ID とかに設定してたりする子が多い。ああ、確かに。うん、なんとか、名前なんとか、うん、なんか例えば、あやかちゃんだったら、あやかみたいな、0718みたいな、そうですね。人が知ってると分かりやすい。誕生日とかって1回聞いたらもう聞けないじゃん。確かに。そういえば、誕生日いつだったっけって2回目聞くのってなんかね。聞けない。でも俺さ、なんかLINE のさ、初回とかで LINE 交換するじゃんか。はいはいはい。で、交換した時に、なんか名前がさ、みとかで入ってるやつがいるじゃん。ありますね。はまとかさ、あとかさ。あれなんか、まあ、その時に名前、さ、教えてもらえばいい話なんだけど、そこで聞き忘れてさ、はいはいはい、うっかりこいつの名前全くわかんねえって時ない？あ、全然ありますよ。あれさ、でも後からさ、なんか名前聞くのってなんか、お前名前何って聞けないじゃん。てか、お前名前何みたいな。でもどうしてるだろう、俺。俺、基本的に名前で呼ばないっすもんね、お客さんのこと。ああ、まあ、ニックネームだもんね。ニックネームなんで、基本的に。あ、じゃあ名前知らない子いる？
でも本名知らない子はいるわ。本名知らない子はいっぱいいますけど、うん、名前、名前、え、だから M とかで入ってる子多くない？あ、M、 M めっちゃ多いよね。 M ちょっとおしゃれだよ。そう、おしゃれだよ。おしゃれ、こんな M、 うん、めっちゃわかるっすよ、それはい、そんな感じで CM どうぞ。どうぞ。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。いや、M 多いって話なんだけど、ねえ、そのマリオのマークどうやって出したの？マリオのマークではないよ。それ、ま、正式名称とかマリオのマークではない。あの M マウルで囲ってるやつ。え、違うんすか？これマリオのマークじゃないでしょ。マリオのマークまあマリオのマークでもいいや、じゃあ。わかんない、その子に聞きな。220、うおー、すごい、うざい。234番これどうやって出してんのって。だからその229番と234番の人同じ人だよね。あ、235番も同じ。だから番号でよくなってた。終身じゃないんだからやめよ。ミクキャスいつしてるの？俺は暇な時かな。いろんな時間してるよね、結構ね。いろんな時間してる。でも女と同棲してるんであんまり女いない。やめなさい。やめなさい。まあ、そういう、なんか、なんか変な情報が出回ってる。そう、うん。なんか書いてあったから。書いてあった。同棲してるんだ。いや、まあ同棲しようらしいね。まあ妹なんですけどね。あー、ホストよく言うわ。俺妹と一緒に住んでるからって言うよ。勘違いされちゃうんですけどね。あー、よく言うよね。妹なんですけどね。あの、女の子と歩いてるの見つかった時に、いや違う、あれ妹だな。妹だから。そんな頻繁に妹と歩く？いや、妹のバリエーションめっちゃ多いみたいな。あの、俺でもあの、兄弟と住んでるとかいうやつは大体嘘だと思ってるからもう。ホストも。確かに。うん、まあ、いましたよね、なんか。大体嘘だと思ってる、俺。俺も兄弟と住んでたことあるけど、そんな長期間住まないよね。まあ嫌っすよね。なんか一時的にとかはあるけど、うん、てか嫌だよね、普通に。嫌っすね。うん、ホストさんから誕生日おめでとうって LINE 来たから、相手の誕生日おめでとう LINE したら誕生日いつって返事来たって。どういうことか分かんない、どういうこと。やばいよ、やばいよね。どういうこと。顔でもさ、結構なんかさっきからコメントパーって見てる感じさ、あれだね、結構ホストは誕生日覚えてる人がやっぱ多い。多いみたいですね。だね、すごい。覚えなきゃいけない。でもね、ぶっちゃけ覚えなきゃいけない子は覚えちゃうよ。まあ間違いないです。なんかこういう言い方するとあれだけど、なんか大事なというか、あのより自分に大金を使ってくれてる子の誕生日って嫌でも覚えるよね。うん、覚える。通ってくれてる子とかだったら覚えれるんですけど、なんかその何初回送り、あ、なんかさ、たまに初回とかですよ、私今日誕生日なのとかやるともどうしていいか分かんないよ。そうあ、おめでとうみたいな。今日月飲む飲む今日月って。あれ困るわ。あ、キャスの誕生日も俺全然わかんないっすわ。俺もわかんない。むしろ一人もわかんないじゃないかな、うん。てか、誕生日聞かないよね。し、ホストって誕生日にバースデーイベントやらないじゃん。大体。うん、大体ずらすじゃん。そう、だから、わかんない、ほんとに。あの、エースの都合に合わせてずらすじゃん。確かに。大体その、エースの都合にとか、いや、うん、合わせるから、なんとも言えないが。おでこに誕生日書いて初回行くっていう子がいるから、これぜひね、来てもらわないと。来てどうするのそれ。俺ら反応しない。俺らどうしたら、あえて触れないで行く。反応しないよ俺ら、うん、見えない手で行くよ、うん、見えない手で行きますよ。ね、そのさっきの LINE の名前の話になるんだけどさ、はい、どの名前の子が一番多いと思う？俺あやかです。めっちゃあやか多いです。あやか多い。あやかちゃん俺この間見てたのよ。で、なんかめっちゃ名前多い名前があって、ちょっとごめん携帯いじるわ。めっちゃ多い名前あって、なんかね、10人突破した名前があったのよ。マジですか？あとね、まずね、エリ、エリかエリナだけで、なんか俺15人ぐらいいるのよ。エリナって俺の賭け飛んだわ。あと、サキがね、10人以上いる。何を始めてんのってか、この時間。二人で携帯見始めてる。あやかちゃんはマジで多い。あやかちゃんは確かに。俺、あやかちゃんあんまり送りならないわ。マジですか？俺、あやかちゃんキラーかもしれない。あやかちゃんキラーだよ。だから、あやかちゃんっていう子いっぱいつきない。あと、春多い俺。
春かやばい。あ、僕春ほとんどいないです。あ、じゃあ俺春俺だわ、俺担当だわ。あとあゆみっていう子はマジでいつやホストやってても僕のお客さんでいます。へぇ、ローテーションでローテーションで。しかもあゆみいなくなったら次だよ。あゆみっていう子はみんなのなんか B アップっていうおっぱい大きくなる薬をみんな飲んでる。本当に。あ、じゃあ、あゆみちゃんの貧乳率が高いってこと。貧乳な…なのかな。あゆみちゃん本当に多いな。あと何の名前が多いんだろう。あとモモもめちゃくちゃ多い。モモ、あ、モモが、うん、8人 1,2,3,4,5,6,7,8 人いる。あとユイも多いね。あ、ユイ、あ、ユイでも一人しかいない。あ、じゃあ俺ユイキラーだわ。これ何の時間なのこれ。もういい気になる。でもこれこの間言ったっすけど、これめっちゃ面白いですよ。これであのさ、LINE のさ、あのトークのところとかで検索できるじゃん。なんか今までの文章、ね、その検索のところでなんて打つんだっけ。入金って打つんすよ。入金って言ったら今までに賭けした女の子がブワーって出てくる。あれ気づいた時めちゃくちゃ面白かったっすわ。面白いよそれ。俺早く入金してって。入金ってね、検索に引っかかることってだってさ、賭けしない女の子との LINE の間に入金の言葉使わないもんね。そうなんですよ。それめっちゃ面白いね。入金は面白かったわ、ね、一人ですごい爆笑してたわ。入金は面白いわ。え、じゃあ大丈夫、ちゃんと帰ってきてる。そのちゃんと帰ってきてます。あ、よかった、ね、はい。なんかとんでもなんかちょっといろいろするとごちゃごちゃっとすると、うん、泣きながら電話かかってくるんですよ。ごめんなさい返しますって。ああ、まあごちゃごちゃっとする、ね、ごちゃごちゃっとする。でもなんか結構さ、なんかちょっと喧嘩じゃないけど、ちょっとさ、こう女の子ともめたらすぐ言わない、もう崖払わないから。ああ、それずるいよって思わない？ずるいっすよ。それずるいよね。うん、そのなんか攻撃はずるいと思う。でも別に賭け飛ぶのはぶっちゃけいいんすよ、飛ばれても。うん。もう100分ずつって。うん。いいんすけど、飛んだやつがマジでホストと歌舞伎町歩いてるの見るとマジでぶち殺したくなる。ああ、埋めたくなるよね。うん。地中に埋めたくなるよね。それだけ。もうなんか。あとさ、なんか賭け残ってる状態で他店行ってなんかちょっと騒いでるのとかマジで欲しいよ、ね。ああ、確かに。僕は来させてますけどね。他の店の賭けを残してる子に関しては俺らは知らないんだけど、うちの賭けを残した状態で勝てんねえ。仮に行くとしたら、マジ絶対バレないように行けよ。確かに。なんかタイムラインとかでなんか1時過ぎとかにめっちゃ酔ったって思う。それ書いたら分かるじゃん。時間考えろよ。バカかよって思う。そうだね。面白い。ちょっと頭使えよって思うよね。うん、本当にいいんだ。別にそのさ、なんか他店に行くこと自体はまあ百歩譲っていい、まあ、女の子によるけどいいんじゃない、いいんじゃないかなって思うんだけど、せめてその生産しきってからね。そうですね、行ってほしいよね。うん、何も言えないですけど、うん、ね、まあ、俺らから、まあ、あの別に他店のだけはいいよ。他店のだけはいいや。うん、俺ら知らんもんだって、それに関しては知らん。一切関与してないから、そこに関してはようわからん。自分で言って期日までに払えるといいねみたいな。最悪払えなかったらね、これじゃやめとこうかね。これじゃやめとこうかね。うん。最悪払えなかったら、まあ、そういうこともあるよね。うん。まあ、他店に関しては、まあ、ね。うん。いいんじゃないか。うん。うん。はい、次の話しようか。うん。ただの無銭飲食だからね。本当にそれ。掛け回収どれくらいしっかりする？どれくらいしっかりって。俺、マックス親の実家詰めた。ああ、まあでもそれ、うん、なんか親だよね。うん、親っすね。結局。そしたら、うん、親から、僕の親から通知を入金履歴20万でボンって入って、クソバロだってなったっすね。いやでも、やばいだね、あの、親が常識ある人ね。そうですね、親が常識あってまだよ。やっぱそこすらもやっぱ、やばい人って、いますから、ね、今まで見たことあるから、やっぱ。なんか私の娘をあのわホストに騙されたみたいな。騙してないってなるから、ね、うん、間違いない。騙してないってなるから。例えばなんかさ、なんか嘘言ってさ、はい、お金払わせたんだったら2万だよとか言って20万払わせたんだったら騙してるよ、はい、でも今日会計これぐらいになるけど大丈夫、あ大丈夫だよ、あ、よし、シャンパンレッツゴーってやった状態でさ、後から、私払えないからで親も騙されたって言われたらもう俺らどうしようもない。間違いない。いや、騙すってなんだろう。騙しはない。俺が騙されてるもんね。間違いない。大丈夫って言ったもん。俺が払えるって言ったもん。でもそれはマジムカつくけどな。うん。親まで行くと大体払ってもらえることが多いね。うん。親の情報も持ってるの？
うん、まあそうそう、まあごちょごちょっと、いろいろと、いろいろとなんかそういうのがあるんですよね。いろいろ難しい話なんですけど、うん、そういうのがあるんだね。ごちょごちょっとね、そう、ちょっといじっちゃえば、うんうんうん、よいしょ、うん、まあだから、賭けは払いましょう。あの、うちの店の他店は、他店は他店で、あの、揉めてもらって、うん、あのうちはうちで払いましょう、ちゃんと、うん、そう、うん、守りましょう、うん、払えない賭けはしないと。そう、われわれ優しいですからね、まだね。でもそうそうそう、うちの店ないっすよね、なんかそういう酔っ払っていけやみたいな。うん、そのなんかあと、あんまり俺うちの店で女の子が血まみれになってるのかな、ないし。確かに、うん、見ないっすね。まあそのね、あんま見ない。俺一回だって見たことあるもん、前なんか外の歌舞伎町のね、うん、道路なんだけど、うん、あのボコボコのあざだらけの女の子が、あの、こう足持ってホストに引きずられてるの見たの。足持たれてるボロボロのリズリソのワンピースでパンツとか超見えてめっちゃ引きずられてんの見たもん。やばい、手こんなんだよ。めっちゃ面白いぞ。いや、あんなの見たらさ、あ、うちの店っていい店だなって思う。いい店っすか、全然、ね、あんなの見ないよね。すげえよ、もう俺あんなになんか戦闘服みたいなリズリソ初めて。なんかドラゴンボールのさ、なんか攻撃受けて悟空みたいなボロボロだったからね。すごい、うん、面白い。すごかった。リズリさんとかはまた面白い。そうそうそう。何やらかしたの。マジ気になる。もうそのホストがヤバいのか女の子がヤバいのか分かんないけど。確かに。でもさ、キャップエズって、あの、もう女の子のリズリさが戦闘服になるぐらいボコボコにしたいぐらいムカつくことがあったとするじゃん。うん、で、ムカつきってボコボコにするとするじゃん。よく足持って引きずってから歩けるよね。俺は無理だわ。仮にどうしてもその殴んなきゃいけない理由って、まあ、そもそもね、暴力は良くないんだけども。まあ、殴んなきゃいけない理由があるとしてね、あるとして、あの、こっそりさ、そのもう女の子もうこんなんなってんだからさ、こっそりなんかそこら辺にこうしないせやるとしても、あー、なんかもうそんなさ、歌舞伎町のど真ん中引れないよ。いや、でも逆にそれ楽しいかもしれない。いや、でもさ、あの女の子何したのかすごい気になる。確かに、何したんすか。店のクリスタルでも盗んだんじゃないですか。あー、他のお客さんのクリスタルぶち壊したとかそのレベルかな。そう、盗んでしちゃい出たせたもん。いや、ちゃんと捕まっちゃうからね。そこまでやっちゃいけないんだけど、まあでもそこまでされるって結構やばいよね。まあカメラがどこにあるかっていうのが問題ですよね。あ、まあでも歌舞伎町はカメラばっかりだからね。歌舞伎町でやめた方がいいかも。なんかもうちょっと田舎の方とかでさ、やるならね、タクシーで女の子にちょっとさ、ゲットしようみたいなことでね、その端っこの方でリズリさんを戦闘服にしちゃってもいいんじゃないかなと。はい、はい、今日はこれぐらいにしようかな。はい。はい、じゃあ告知の方をしたいと思います。25日、夏祭りイベントとなっております。よいしょ。はい、なんかね、屋台とか出るらしいんで。あら、まあそうそうそう、よかったら、ね、あら、うん、よかったら。キュウリ、うち唯一のあの夏系イベントだからね、多分 ね、 そうですね、多分ね、もう何もやんないから、うん、よかった。七夕もやんなかったし、よかったらね。みんな海パンなんですか。みんな海パンじゃないよ、ね、そんなヤバい店やめて。うん、マジか。で、あとニコ生見たら初回のお客様、コカレローサービスさせていただくんで、よかったらね、初回も来てください。お願いします。お願いします。はい、あと頭に、あの、おでこに、あの、誕生日書く人ちゃんと書いてきてね。ちゃんと書いてきてね、うん、ちゃんと来てください。ちゃんと来てください。塩対応してごめんね。ごめんね。はい、そんな感じでありがとうございました。バイバーイ。お疲れ様です。この後店来てね。来いや。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を